かり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡のふもとに。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の慣れの果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。シート、あれを。ああ、用心しろ。ふっ、待て。ここから先へ通すわけにはいかん。ふっ、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 ふロストウィングで何を。ろくなことじゃないのは確かだ。クライブ、急ぐぞ。奴らの姿がない。こんな時間とはいえ村人を一人も見かけんとは。一足遅かったか。これからどうする。まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。どうやって知らせるんだ。そうだな、叫べ。指導の仲間か。慎重に探さなければ。どこかに人の気配はないのか。子供の声。どうした、大丈夫か。心配ない。俺はそう、ザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか。教会の方に連れて行かれたの。わかった、教会だな。必ず助けるから君はこの辺りで隠れているんだ。教会か。なるほど、村人は教会か。お前は階段を上がって教会の正面から入ってくれ。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。来たのか、シド。下がってろ。
クラーイム。来てくれると思ったぜ。生きてたかガブ。なんとかな。だけどこいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火の富なんては。ああ、その中にいたかもしれないけど。仲間の元に逃げるつもりか。クライム、奴を追え。絶好からの知らせは。まだありません。ですが女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーは。ノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも壊すな。でしょ、ご心配なく伝えてありますよ。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。どうぞ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に。我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。ベネディクタ様、ザンブレクフィガー。ネズミ一匹負けないとは使えんやつだ。やめてくれ。その兵装は貴様、ザンブレクのベアラーか。いいぞ、物は試しだ。
ベアラーにしてはなかなかやる。見込みがあるぞ。クライブ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いやシドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った？問いに答えろ、吉祥殿。なに、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。間の悪い奴ね。逃げられたか。行き先の検討は？いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して？ああ、そうさ。まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよ。なあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。お勇敢な竜騎士を知ってるかい？その名はリオン・ルサージュ卿。他の英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け巡る。なあクライブ、仇を撃った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんだ、それがお前の生きる糧か。戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。
アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える峡谷といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない。お前にも力が宿っているんだろ。フェニックスを倒したほどのな。クリスタルの枷があるとはいえ逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様なりません。ゆっくりと考えることだ。あとは任せる。クライブ、起きろ。ガブだ。ノルバーンが。ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で俺はどうする？いい質問だガブ。砦から逃げたベアラを集め、この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼むガブ、お前にしかできない。そう？仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。分かってる。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。そうと決まれば話をつけておくか。誰に？カンタンっていけすかない男だ。やつを探そう。元気そうだな、カンタン。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。そっちの足切りか。こいつか。まあそんなところだ。カンタンはこのロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。
協力？レアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してる奴がいるとは。よくやるもんだ。ザンブレク領の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか？いや、俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしい奴を見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか？ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。それじゃせいぜい気張んな。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。住人に話を聞いてみるか。そう、火のドミナントだ。何か知らないか？そのブローチ。ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんたシドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。それでこんな夜更けに一体何の用だい？火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールウッドの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか？俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。火の魔法を使う奴はいたらしいが、俺は姿を見ていない。ウォールウッドの連中が。マスターのお客人よ、同志の無事をお祈りくださいますか？命をもらってるなんて。マスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか？ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは？女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。
一旦シドに報告するか。お兄さんがみんなを助けてくれたんでしょ。ありがとう。とっても強いんだね。よー、クライブ、何か分かったか。ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ。火のドミナント、奴がおとなしくしていた理由さ。女が一人先に囚われたらしい。おそらくその従者だろう。人質に取られたのか。とはいえそんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さあ、簡単に寝床を借りるぞ。カンタ、泊まれる場所はあるか。空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。野ざらしよりマシか。はあ、ありがとうよ、そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって。ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい。簡単な野郎、さんざこき使いやがって。グライブ、支度はできたか。問題ない。今出れば夜更けにはノルバントリデに着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ノルバントリデは村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。無事でいておくれ。ノルバーン砦はこの先だが、まさかあんたら乗り込む気じゃないだろうな。ウォールードがノルバーン砦を抑えたのなら巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのめすだけだ。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王
ウォールードでは全ての戦事が横命で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。来やがったぞ。このままタダで進めると思うなよ。今だ。それが、それが、それが、やれ。悪いな、通らせてもらうぞ。クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバーン。なるほど、厄介そうな砦だ。あそこに火のドミナントか。これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う？彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい。それだけだ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。それで、あのベネディクタって女はどういう？ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。やつは風のドミナントだ。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風？召喚獣ガルーダか。ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト。あの辺りは磁気黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。
脅威に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。もはやマザークリスタルの周辺領域でしか国が立ち行かん。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなれば、やがて祭りごとも疲弊し、国が内側から壊れよう。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのか。まさかこの私の忠を疑うのですか。それともまだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが一体誰かということを。私の命はあなたのためだけに。姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。確かこの先は地下道に通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。ここだな。誰もいない。やっぱりそううまくはいかんか。落とし戸か。手を貸せ。あげるぞ。しっかり持ち上げろ。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、怪人シドが潜り込んだぞ。邪魔するぞ。片付けるぞ。さて、どっかに道は。
ダメだ。こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だよな。ここからなら。なんとも大胆だね。ザンブレクの警備兵は皆殺しってところか。完全にウォールードの手の内だな。やってきたぞ。部隊だけでこの砦を落とすなんてな、ベネディクトめ、大したもんだ。シドが来たぞ。奴ら仲間を呼ぶ気だ。追うぞ。したってやけに静かだ。ずいぶん派手にやったもんだ。
こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかるというんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが、使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクタ、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご考説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。下がれクライム。片付けておけ。
をつけろ。トルガル来るぞ。大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。ヤツが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞ、トルガル。行け。ベネディクタを逃がすな。ベネディクタはどこに？ここから行けるか？さっさと支度しろ！どこへ行った？
シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとはそこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手にしゃべるんじゃないよ、よく覚えておけ印持ち。家畜に意志など必要ない。家畜ってのは従順に飼われていればいい。Come on.
死に殺してやる。
かな。たかがベアラーごときに、この私がなぜだ。貴様ごときに選ばれし私がなぜ。お前には分からんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。火のドミナントはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。クライマしっかりしろ。くそったれ。なぜ。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか。どうやって。まずいぞ、ベアラーたちが無事だといいが。クライム、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。今のは。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。